ガイ先生の言ってることもわかるけど、でもここは3人分かれての確保撃破に努めた方がいいと思う。おう、確かにサクラの言うことも一理あるな。ではガイ先生、僕たちは、まあこれから俺たちは3方向に分かれての戦闘を始める。各自それぞれの相手を倒したら他の戦場の補佐に回れ。いいな。おっせ、はい。なんとか七味石をばらけさせることができたので、まずは一人一人確実に。戦闘開始。おっさむなし。陣八は悪党手術を使う。不用意に飛び込むなよ。あの方に爆発の術式が書いてある。爆発に注意しろってことだ。爆発力とんでもないわね。強引に近づくのは適策じゃないけど、これしかない。喜んでる暇はない。すぐにリーさんたちのフォローに行かないと。僕の拳で戦場に勝利を呼び込んでみせます。戦闘開始。フリアラレクシマリニア中将不用意に消防の威張りは意識だ。変わった武器を持っているようですね。無駄ですよ。ライト置き場の使い手ジンゴ雨指だ。やつの雷撃には気をつけろ。雷を扱う忍びですか。動れば効果範囲に気をつけないといけません。無駄で。ねえねえ、私も加勢します。助かります。すぐにそちらに向かいます。
大隊に勝利、忍び連合に敗北はない。行くぞ。戦闘開始。そいつはホオズキ満月。シミシミの僕に危険な技だ。この感じ、宝物じゃないか。だが真意は怠るな。なぜ、いつも刀を守っていないのか。こちらを油断させる作戦か。また呼んでるぞ。叫びの人人に気をつけろ。この戦闘にはどんなガードも叩き潰すぞ。これは注意せよ。また呼んでくる。ついに残念。できれば生前に一戦交えたかったが、残念だ。よし、ここはどうにか落ち着いたな。音の方角からするに、あの方向は。加賀先生。